それではこの動画からは今までやってきた割合の文章代を100分率でやっていきたいと思いますまあでも同じ割合の文章代なので解き方は変わりませんやってみましょう定価3,000円の商品が定価の80%で売られていました代金はいくらになるでしょうなんか同じって言ったのにめっちゃ難しく感じるね これでもなんで難しいかっていうと言葉が難しいんです定価とか聞いたことないよねあんまり代金も聞いたことあるかもしれんけどあんまり使わんよねこれをちょっと先に説明しておきたいと思います定価っていうのはお店に行った時に何円って書いてるよねその元々の売っていた値段が定価ですなのでえっと実際に スーパーに行った時とかに何円って書いてると思う。服でもいいしお魚でもいいし野菜でもいいんやけど書いてある値段が定価になりますまあでもいっつもその定価で売ってるかっていうとそうじゃないよねたくさん売ってるとこでは安くなってたり夕方とかにスーパー行くとお魚20%引きとか半額ってシール貼ってたりするよねああいうふうに安くなってたりして実際に お店でレジで払った値段これが代金ですそして今この問題ではこの代金がいくらになったかっていうのを聞かれてるんやねなのでこの問題はどういうことかっていうともともと3000円って書いている商品がありましたとそれが80%の値段で売られていました割引していたんやねじゃあその割引していた時の値段って いくらになるでまあさっき話した通りスーパー行ってさお魚を買う時に300円の20%引きってシールが貼ってた貼っててもこれ計算できへんといくらになるかわからへんよねまあなのでこの問題は普通の生活の中でもめちゃくちゃよく使いますしっかりできるようにしておきましょうそれじゃあこれどうやってやったらいいのかこの代金をどうやって出せるかってことやねんけど 最初話した通り解き方は一緒です。割合の文章題今までやってきたのと一緒です。つまり3つの数、割合、元にする数、比べる数、この3つを見つけてあげるんやね。なので、数を探していくと、早速ありました。定価3000円。これは1つ目の数。そして2つ目の数。80%。すぐ見つかりました。 そしたら最後は問題で聞かれている代金はいくらになるでしょうこの聞かれている何円ですか代金何円ですかっていうのが3つ目の数やねそしたらこれがそれぞれ割合元と比べるどれになるかっていうのを考えていけばいいまずすぐ見つかるのはやっぱり割合やね今までは小数で何倍って表されていたけど 今回は百分率で表されています。でもやっぱり見つけやすいね。そしたら次に見つかるのが割合80%って言ってるけど何の80%やねっていうと前を見てあげたらいい定価の80%って言っているのでこの定価が元になってるんやね。なのでこの3,000円が元になります。 そしたら残った部分聞かれてるものが「比べるです」やね「代金」っていうのは比べる数を聞かれていたわけですそれじゃここまで分かったらできるんちゃうかな?「比べる数」を聞かれている時は決まりを覚えてる?「比べる数」は元にする数かける割合やね。 なので比べる数は元にする数かける割合なので3,000円にこの80をかけてあげればいいんです。ただし3,000かける80したらおかしいよね80倍ってことやねそんな高いの買われへんわと全然割引になってへんやんってことになっちゃうのでここが違いです。 百分率の文章代の時は式にした時この百分率を必ず小数に直してあげてください八十パーセント小数にするとこれはもうやったよね零点八になりました十パーセントが零点一なので八十パーセントは零点八やねなので三千かける零点八、これを計算すると えっと三二十四やね。そして位は3000から一つ小数の分で小さくなっているのでえっと三千0け八より一つくらい小さくして二千四百やねなので答えこっちにこのまま書いちゃうか答えいくらになるかっていうと二千四百円ですこれは当てそうやね 3000円のやつが安くなっていた。2400円でした。うん。なんかありそうな話です。代金を出すことができました。大丈夫かなこういうふうに割合がで表されていても3つの数です。割合、もと比べるを見つけてあげれば、今までの割合の問題と同じように解いてあげることができます。ただし、 パーセント百分率は式ではそのまんま使えないので、小数に直してから式を立てるようにしてください。百分率の文章題、1つ目の問題でした。